ム来たぞ。さあ始まりました、三代目ジュースルブラザーズの浴衣で夏休み。イエーイ。私、ついさっき進行することがゲームで決まりまして、不安だらけでいっぱいですけども、うん、MC、オミです。イエーイ。いやー、珍しいね。珍しいね。珍しいね。すいません、というわけで今日は皆さん浴衣姿です。浴衣姿ですが、大丈夫か。珍しいな、珍しいな。どうですか、実際来てみて。最高だね、夏だね。皆さんいいですよ。今年初浴衣ですか。初浴衣。もちろんよ。全員で浴衣着たのはあれじゃない、オンラインライブ以来。七夕。七夕だけね。あれ以来の浴衣よ。4年前とか3年前とか。そうだね。なるほどね。いいですね、でも。いいですね。この場所言わなくていいです。はい、そんな浴衣姿で何をするかと言いますと、今回のテーマは夏休みっぽく我々がやりたいことということで、僕ね、我々がやってみたいことに真正面から挑戦していきたいと思います。僕ね、ちなみに、はい、夏をイメージして、うん、屋形船、はい、キフネジャヤさんにゴールプレイいただきまして、屋形船を貸し切っております。レインボーブリッジ。わあ、そう。いい風が入ってますよ。でもエグザイルとか昔よく。あ、なんか。なんか屋形船のイメージすごいあります。あ、そう。乗ったことある。じゃあ乗ってた。初めてではない。初めてではない。そうそう、乗りました。乗ったか。三代目は初。初。三代目では初。三代目では初ね。ちなみにあれですよね。この企画やるときにクルーザーと。この館船どっちがいいですかみたいな。見たかったわ。あえて俺たちはこっちやる。あえてね。本当はもっとかっこいいクルーザーの可能性はあったんですけど、まあ夏は全然浴衣姿もいいんじゃない。ジャパニーズソウルブラザーズよ。そうだよ。クルーザー選んじゃダメでしょ。キムニーだよ、キムニー。何がやりたいことがあったんですか。あんのよ、あんのよ、あんのよ。今日はね、あの実はですね、メンバーのために作ってきたものがありまして。何それ何それ。ぜひこの場を借りてみんなにプレゼントしたいなと。何それ、何それ、お弁当。これは本当のガチのサプライズ。お弁当、おにぎりとか。ガンちゃんがプレゼント。おにぎり、ガンちゃんのおにぎり。マネでいいではございません。ガンちゃんのスレおにぎり。スレおにぎり、何それ、なんだなんだなんだ。手品するみたいな。こちらとなっております。えぇ、なんか乗せてたやつだ。なんか乗せてたね。そうなんですよ、これ先日CL の別の収録で。なるほど。手作りでめちゃくちゃかわいい。えで、メンバーのみんな全員分のやつを。普通に嬉しいわ。すげえ。そうなんです。で、これまあ一人一人こうイメージしながら。めちゃくちゃ嬉しい。すげえ、超プレゼント。あ、メンバー用に作ってたんだね。マジで嬉しい。なんだ、キュンキュンするな、おい。キュンキュンする。キュンキュンする。これガンちゃんの手でコネコネしたわ。コネコネした。うわ、ありがとう。それもガンジルついてる。ガンちゃんがコネコネしてくれたんだ、これ。いや、嬉しいな、これ。色分けはイメージない。あ、なるほどね。かわいい、かわいい、緑。お茶大好きだから、これで飲もうか。あ、こちら赤ですか。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、これ。ガンちゃんのプレゼン。ぽいぽいでしょ。めっちゃ口が合うんですよ。てか、これが直さん。うまいね。本当に作った。本当に作った。写真出てるよ。写真も出てる。本当だ、クオリティめっちゃ高いんですよ。すごい嬉しい。サイン入ってる。サイン、はい、サインも入ってますよ。え、これどれぐらいで作ったの。2時間ぐらいですね。嬉しい。はい、結構。なんだよ、お前キュンキュンする。キュンキュンする。キュンだよ。忙しいのに2時間もね。俺使おうぜ、キュンキュン。これで日本酒飲みて。え、ちなみに一番成功した色味はどれですか。一番成功したのは出来がいいやつは、なんかまたね、こうやってね、そう、見た目変わんだよ。多分オミさんのとエリーのは割と最後の方作ったやつは結構クオリティ良かったんだけど、綺麗です。綺麗だもん。でも意外となんか直樹さんのとかも味が確かに、直樹さんっぽい、渋いもん。キャラクター出てる。
ナスさんのもちょっとこう上が広がって、ね、ちょっと広がってる。あいいね。これ嬉しいね。俺が作ったのはこれ1個目のやつなんですけど、これなんか一番微妙だったんだけど、意外と焼いたらいい感じ。いいね、もう2段な感じ。かわいい。いい。なんかケンちゃんもね、シンプルでなんかいいよね。いい感じ。すごい感じ。旅館な感じでね。ねいいね。今日お茶大好きだからね。お茶入ってる、お茶入ってる。ありがとうございます。青いぜひこれで今日はちょっとね何やねんよ、はい、館ブレからやっております、うん、これでじゃあ今日はせっかくだからね飲み物あ飲みたいよこれぜひぜひぜひ、めっちゃいいじゃんこれで乾杯とか、ねね、もうぜひ水でも何でも入れていただいてガンちゃん今度もでしたってことこのまま飲ませてもらってるガンちゃんが手でこうなるほど、ね、常にガンちゃんが手で救ってくれたみたいなことだもんな嬉しいですぬくもりがねぬくもり乾杯したいねこれでねねえやりましょうかこれ乾杯これ乾杯しないですかあしたいですね後ほど後ほどかだから、ね、食事もねいただけるみたいなのでその時にいただきましょうか、はい、というわけでどんどん行きましょう続いて我々がやりたいことはこちらはい屋形船で超高級お寿司を食べまくれミステリーラケット卓球聞いたことないよミステリーラケットあれねうん、うん、かの有名なね、うんうん、初めてワードすぎて超言いづらかったもん、うん、MRT なすといえば屋形船でやりたいことを聞いた結果豪華にお寿司が食べたい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 よ超高級お寿司をかけて卓球対決をしたいと思います、うん、寿司だ寿司だぜ、そして超高級お寿司を作ってくれるのはこの方出張シェフサービスうちシェフさんから料理人の井上さんが井上さんありがとうございます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 今日はいろいろと持ってきていただけたんですか豪華なネタばっかりなんで。すごいですよ。寄ってください。寄ってください。寄ってください。大間の大間。大間のマグロ。はい。やばいっすね。大間のマグロだわ。ちなみに、今回ご用意していただいたネタですが、本マグロはもちろん、ウニ、伊勢エビ、さらにはノドグロ、ノドグロ、大トロ、トリュフ、大トロ、トリュフ、豊富なネタをご用意していただいております。いやーありがとうございます大丈夫ここだこの俺らのパートだけめちゃめちゃお金かかってる気がする大丈夫ですかクルーザーガンありがたいねだいたいみんな事務所とかEXPG とかいろいろ使ってたり確かにねさっきまでねセカンド兄さんたちが居酒屋でやってくださるんですよ、ね、大丈夫かな戦場からお送りしてますけど、この超高級お寿司をかけて卓球で対決をしてもらいたいと思います、ね、今から2チームに分かれてダブルスで行いたいと思います、はい、ラリーで打っていき先に11ポイントを取ったチームが勝利です結構やるのね、うん、結構やるねちゃんと卓球だちゃんと卓球だね、うんちなみにただラリーをするだけで物足りないのでちょっと変わったラケットで勝負してもらいたいと思います、うん、どんなラケットで戦うのかは先ほど決めさせてもらいましたそうなんですね、はい、そうです皆さんお手持ちのラケットを出してください、はい、あれどこ行ったっけ下にあるんだよあれあこれかはいはいはいこれだ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 俺の相棒はこれだ個性出てるね俺のはこれだこれやこれやこれやこれこれ先ほどね、何のラケットで勝負するか先ほどゲームで決めましたけども対戦する2チームに分けたいと思いますメンバーの写真がボックスに入ってるので僕がじゃあ引いていきたいと思いますチーム分けですねチーム分けチーム分けいや絶対スリッパとフライパンが有利じゃないですか間違いないでもさ意外とさっき練習でみんなねできてたからでも意外とね意外と卓球にちゃんとなってたわかんないからね、勝負はだからあとはもうほんとシンプルに卓球の技術っていうと確かに力加減ね確かにそうですねこれは、あれですよね、2人 1チームってことでダブルスあじゃあ、3チームだけじゃあ、負けたチーム食べれないおお重要だね絶対勝ちたい3、2でやるってことですか3対3でダブルス。あ、3対3でダブルス。3対3。3対3。なるほどね。すごい。3対3でダブルス。交代制。チーム分けだいぶ重要だね。半分 MC は食えるって感じなんだ。MC。MC は食えないでしょ。あ、そう。食べれない。MC 食べれない。MC は食べれる。仕事だけだ。そう。じゃあ行きますよ。まず1チーム目の第1人。はい。行きます。じゃん。はい。今井知龍でございます。龍ちゃん、呼ばれたい君。こちらへどうぞ。
はい、前からね。ゴリゴリスタイルね。はい。これはリュウジと同じチームの人。なるほどね。あと2人。チームリュウジ。チームリュウジ。チームリュウジ。はい。チームリュウジ。2人目いきます。リュウジが。いきます。トゥルルルルバン。ナオト。おい。リュウジーズだ。あ、リュウジーズ。僕最強だから。ヘアブラシとポイですね。ポイ。ラケットは。ナオリュウペアね。ナオリュウペア。ナオリュウペアね。はい。あともう、あともう一人。あともう一人ね。ナオリュウ、誰かな。ナオリュウ誰だろうな。これで決まりじゃない？あ、そうだね。ちょっとスリッパ欲しいな。スリッパ欲しいな。いや、まだ心もとないのよ、ここ。だから今残ってるのが、フライパンと、パンと、スリッパと、タンバリン。はい。フライパンじゃ。いきまーす。誰だろうな。誰？ケンジロー。ナオリュウケン、ナオリュウケン、ナオリュウケン。いや、ちょっと待ってください。じゃあもうここ勝ったな、これ。任せてくださいよ。意外と、意外と面積広いから。ガンちゃん勝ったぞ。どこ飛ぶか分かんないな。そうそうそう。よいしょ、ナオリュウケンでございます。意外とね、読めない。相手が読めない。チームが、エリー、ガンちゃん、ナオキさん。これいったわ。やったー。いや、分かんないですよ。そう？やってー。あとは卓球の技術だから。ナオリュウケン、ナオリュウケン。よし。じゃあ、どうします？順繰りにしますか？順繰りにしようか。じゃあ先どうぞ。ダブルですか？ダブルだから結果ご覧の通りですね。2チームに分かれまして、ケンちゃん、ナオキさん、リュウジチーム。誰がいきます？そしてナオキさん、ガラちゃん、エリーチーム。ああ、いいよ。じゃあこっち最初とか。というわけで、もうやるんですか？